ヨットに乗っていた1歳のコーギー犬が誤って川に転落し、行方不明になるという事態がアメリカのフロリダ州で発生しました。小型で足も短めのコーギーですが、自力で11キロも川を泳ぎ、西海岸の住宅地にたどり着きました。発見した住民から連絡を受けた飼い主は、行方不明から26時間後に無事愛犬と再会が叶いました。驚くことはこれだけではありません。なんとこの犬はこれまで泳いだことがないというのだから驚きを隠せません。ある日のこと、フロリダ州ブレバード郡のインディアン川をヨットで横断していたジョン・アトウッドさんの飼い犬でコーギーのジェシカがヨットから誤って川に転落してしまいました。この時、ジョンさんは母親と継父のヨットをフロリダからノースカロライナにある波止場まで運ぶのを手伝っていた最中で、ジェシカもジョンさんに連れられてヨットに乗っていたのです。足元にジェシカがいないことに気づいたジョンさんは、すぐに2隻の小型ボートを出し、ジェシカが落ちた可能性がある川を捜索しました。しかし、どこを探してもジェシカを見つけることはできませんでした。ジョンさんはこの日までジェシカを水に触れさせたことがなかったため、実際にジェシカが泳げるのかどうかさえわからなかったそうです。不安を募らせながら、ジョンさんが捜索を続けている間、ジョンさんの母親はブレバード郡の行方不明犬のフェイスブックグループアカウントや、その他のソーシャルメディアにジェシカのことをシェアし、情報提供を呼びかけました。投稿を見た地元の漁師たちの協力も得て、川でジェシカの捜索に努めましたが、それでもジェシカは見つかりませんでした。ジョンさんは、もしジェシカが泳げるのだとしたら、おそらく北東からの風が犬を西海岸線に運ぶだろうと思い、道郡西のロックレッジ地域にもチラシを配布し、ジェシカを見かけなかったかどうか尋ねて歩きました。そしてついにジェシカの居場所が判明しました。ジェシカはロックレッジのある民家の庭で発見されました。なんとジェシカは11キロの距離を泳いで自力で岸にたどり着いていたのです。ジェシカを発見した住人の男性は、すでにコーギーの失踪について知っていたため、すぐにジョンさんに連絡しました。26時間ぶりにジョンさんと再会したジェシカは、そのままロックレッジの獣医院で診察を受けましたが、幸いにも無傷で、健康に問題は全くなかったそうです。ジェシカを見つけてくれたお礼にと、ジョンさんは報酬を男性に払おうとしましたが、受け取ってはもらえなかったとのこと。愛犬と無事に再会できて安堵したジョンさんは、ジェシカを探してくれた多くの人の協力に、皆さんの親切には本当に感謝してもしきれないと話しています。11キロの距離を必死に泳いだジェシカ。無事に岸にたどり着くことができて、本当に良かったです。そして何よりも SNS の拡散力の高さによって、ジェシカが無事にジョンさんの元に戻れたことが何よりですね。また、南アフリカでは、飼い主が留守中に犬がプールに転落してしまいましたが、必死に助けたのは仲間の犬だったのです。犬は飼い主に忠実なだけでなく、仲間に対しても強い愛情を持ち、困っているときは全力で助けようとする思いやりを持っています。そんな犬の美しい友情と我慢強さを思い知らされる出来事が起きました。飼い主が留守中、自宅にあるプールに落ちた小型犬を何とか助け出そうと、仲間の犬が付きっきりで励ましながら試行錯誤を続け、30分以上かけて救助に成功しました。プールの中でずっと頑張っていた小型犬ですが、もう少し救助が遅ければ溺れてしまったかもしれません。その後、犬が濡れていることで監視カメラの映像をチェックした飼い主は、根気強く仲間の犬を助けようとする姿を見て、思わず涙が溢れたといいます。
南アフリカのボックスバーグに住むバイロンさんとメリッサさん夫妻は、外出から戻った後、オスのポメラニアン、チャッキーの体が濡れていることに気づきました。夫妻は3匹の犬を飼っていて、3匹とも泳ぐことはできるのですが、プールで遊ばせるときには常にそばで見守っていて、犬が勝手にプールに入って遊ぶようなことはありませんでした。不審に思った2人が監視カメラを確認してみると、そこには驚くべき光景が。プールサイドを歩いていたチャッキーが、うっかり足を滑らせて、プールの中に転落してしまったのです。チャッキーが落ちた場所には、プール内に階段があり、普段チャッキーはその階段の浅い部分で遊んでいました。普段ならそこから自力でプールサイドに上がることができるのですが、突然のアクシデントにパニックになってしまったのか、チャッキーは足が届かない深い部分へと泳いでしまったのです。必死でもがくように泳ぐチャッキーですが、13歳という老犬のため体力には限界があります。しかも飼い主は不在。そんなチャッキーの危機一髪の状況に気がついたのは仲間のジェシーでした。スタッフォードシャーブルテリアのジェシーは、バイロンさんとメリッサさんが4年前に地元の動物保護施設から引き取った保護犬で、ジェシーにとって夫妻は3番目の飼い主でした。前の飼い主はジェシーが他の犬と仲良くできないという理由で保護施設に戻したそうです。ところが夫妻に引き取られたジェシーは、初日からすぐに夫妻の2匹の犬と仲良くなりました。ジェシーにとってチャッキーは大事な友達です。普段泳ぐことができますが、水を怖がる癖があるジェシーは、プールに入らずに何とかチャッキーの窮地を救おうと試行錯誤していたようです。決してプールから離れようとせず、チャッキーがプールサイドに近づくと駆け寄っていきます。それを何度も繰り返した後、チャッキーの耳をくわえて引き上げることを試みました。しかし、水で滑ってうまくいかず、ジェシーは飼い主に助けを求めるかのように吠えますが、飼い主はいません。何としてでも自分が助けなければ。そう思ったのか、ジェシーは何度もチャッキーの体をくわえて、プールサイドに引き上げようとしている姿が、監視カメラに捉えられています。そうこうしているうちに34分後が過ぎました。チャッキーの体力も限界に近づきかけたその時、ついにジェシーはチャッキーの救助に成功しました。仲間を絶対に助けたいという強い、そして諦めない気持ちがチャッキーの命を救ったのです。プールから上がったチャッキーの体をチェックするかのように顔を近づけていたジェシー。やがて二人は寄り添いながらプールから移動していきました。チャッキーとジェシーはその後、庭の方へとかけていく様子がカメラに収められていました。その間もずっとジェシーはチャッキーに寄り添っていました。監視カメラを確認して改めてチャッキーが無事であったことに安堵したバイロンさんとメリッサさんは、犬が犬を助けたこの救出劇について、後のメディア取材で次のように話しています。ジェシーがいなければ、チャッキーは溺死していたことでしょう。これまでプールにカバーが必要だとは思いもしていませんでしたが、今回の件でそれはとても重要なことなのだと気づかされました。プールにはすぐにカバーをつけることにしました。夫妻だけでなく、この動画を見た多くの人が、ペットとカバーのされていないプールは危険と隣り合わせになる可能性があることを実感したようです。しかしそれだけでなく、犬がいかに我慢強く仲間を思いやる気持ちが強いかということにも改めて気づかされたようで、シェアされた動画を見た人たちからはジェシーを称賛する多くの声が寄せられています。仲間を思う気持ちがあったからこそ、懸命に仲間を救うことができたのでしょう。その優しさはきっと、飼い主さんの優しさを受け継いでいるのでしょうね。最後までご視聴いただき、
ありがとうございました。